中島マスタネ、中島マスタネから1905年10月5日は、幕末の徳島藩士、明治時代の内務、司法官僚、裁判官、幹線県知事を歴任、元老院議官、貴族院議員、近景官志向、家族、またの名を、中島栄吉、直人、明治維新後に鈴田根と名乗る、号はカーン、無害、徳島藩士、三木屋キラスの長男として、 徳島城下のスケコマチクス工事で生まれる。はじめ漢学を、楠本豪さん、岩本聖安に学び、京都に出て、儒者、中島宗院の門下となる。老齢の中島宗院の養子となり、中島栄吉と称した。幕末期には、新居水武らと交わり、尊能上位派として国事に奔走。桜田門外の変を引き起こした水戸藩士の金子、孫次郎。 高橋大一郎らと関わったことから、万円元年には、事件関係者として捕らえられ、伏見で投獄された。また、文久三年には、足利三代木造教主事件に関係したとして、小室忍と共に幕履に追われる。徳島に逃れ、合唱、島里江門の徳島佐古大安寺近くの別邸に、かくまわれるが捕らえられ、慶応四年二月まで、徳島平浦の国中にあった。 明治元年、徳島藩の長子となり、刑法事務局兼参事、刑法官参事として出資。明治2年に兵庫県知事に任命されたほか、地方官として勤務。1873年以後は、司法省に勤務し、長崎裁判所長、静岡裁判所長、長崎、宮城、名古屋の各高祖裁判所長を歴任。1884年に、元老院議官となる。 明治22年に山梨県知事となり、4年間その席にあった。1896年6月、男爵に除せられる。翌年貴族院議員となった。1905年10月5日、没、77歳。増子がや霊園1の 4A-2 から1に母碑がある。鈴種は家族一大論を主張していたため、死後就職の手続きがなされなかった。娘は、 ジャーナリストの王の若三郎に嫁ぐ。着村、鶴子は白井教授に嫁ぐ。ありがとうございます。